ぶらや高吉、津村屋高吉、津村屋高吉、本名、津村屋高吉、1940年、昭和15年5月13日から1968年、昭和43年1月9日は、日本の元陸上競技、長距離走、マラソン選手、陸上自衛官。福島県岩瀬郡須賀川町、現、須賀川市出身、自衛隊体育学校所属。 最終階級は二等陸位。中央大学経済学部卒。第一級防衛功労賞、君六等随法賞受賞。1940年、昭和15年5月13日、福島県岩瀬郡須賀川町に生まれる。須賀川市立第一中学校を経て、福島県立須賀川高等学校卒業後、1959年、昭和34年、 陸上自衛隊へ入隊。郡山駐屯地に配属となり、同僚と二人で郡山自衛隊陸上部を立ち上げる。次第に陸上競技の実績が認められ、自衛隊の管区対抗駅伝や青森東京駅伝などに出場した。一方、オーバーワークから腰椎のカリエスを持病として抱え、後年悩まされるようになる。1962年。 昭和37年に東京オリンピックに備えて前年発足した自衛隊体育学校がオリンピック候補育成のため特別課程の隊員を募集した際には腰痛のため選考会に出られなかった。しかし、つぶら屋の走りを知っていた駅伝チームのコーチ、畑の疲労の推薦を受けて入校する。体育学校入校当初は腰痛が治らず満足に走れなかった。 しかし、畑野が根気よく指導し、治療を続けた結果、レースに復帰。10月の日本選手権で5000メートルに、日本歴代2位の記録を出し、日本陸連からオリンピック強化指定選手に選ばれる。翌年の1963年、昭和38年8月には2万メートルで2位ながら、世界記録を更新。 10月の競技会では、高記録を連発して1万メートルのオリンピック代表選手に選ばれた。この段階では、つぶら屋はトラックと駅伝の選手と見られており、マラソンは未経験だった。しかし、日本陸上競技連盟の強化本部長だった太田美夫は、つぶら屋のスピードに着目して、マラソンを走ることを簡単。東京オリンピック開催年の1964年、 昭和39年に同年3月20日の中日マラソンで初マラソンに挑戦。2時間23分31秒で5位となる。それからわずか約3週間後の4月12日、オリンピックの最終戦公開となる毎日マラソン。現在の美和子毎日マラソンの前身。この時は東京オリンピック本番と同じコースで実施に出場2時間18分20.2秒で、 君原健次に次ぐ2位となり、マラソンでもオリンピック代表となる。なお、オリンピック本番までのマラソン経験3回は、戦後の男子マラソン代表では、森下博和2回に次ぐ少ない記録であるが、初マラソンからオリンピック本番までの期間は森下が1年半あったに対し、つぶらやは7ヶ月、正確には7ヶ月と1日でこれは戦後では最短記録である。 東京五輪本番では、まず陸上競技初日に行われた男子1万メートルに出場し、6位入賞と検討。これは日本男子の陸上トラック競技では戦後初の入賞であった。一方、最終日に行われる男子マラソンについては、日本人では君原と及び当時持ちタイムが一番良かった寺沢徹の二人がメダル候補と目されており、 つぶらやは経験の少なさのためあまり注目はされていなかった。しかし、男子マラソン本番では、その君原と寺沢が、メダル、入賞、当時五輪入賞は6位まで争いから脱落する中、つぶらやだけが上位にとどまり、ゴールの国立競技場に2位で戻ってくる。だが、後ろに迫っていた、イギリスのベージルヒートリーに、トラックで追い抜かれた。これについては、 男は後ろを振り向いてはいけないとの父親の戒めを愚直なまでに守り通したがゆえ、トラック上での駆け引きができなかったことが一因として考えられている。とはいえ、自己ベストの2時間16分22.8秒、結果的に生涯記録となるで3位となり、銅メダルを獲得した。これは東京五輪で日本が陸上競技において獲得した唯一のメダルとなり、 さらに男子1万メートルと合わせて2種目入賞も果たして日本陸上界を救ったとまで言われた。また銅メダルではあったものの国立競技場で日の丸が掲揚されたのはメダルを獲得した日本選手ではつぶらやのみであった。メダル獲得時つぶらやは中央大学経済学部や幹部の学生でもあった。中央大学は支持した孫舎公平の母校で 箱根駅伝6連覇達成の記録継続中であった。箱根駅伝に出場することは自衛隊体育学校との二重登録などの壁のために実現しなかった。次の目標をメキシコ式シオリンピックでの金メダル獲得とつぶらやは宣言した。しかしその後は様々な不運に見舞われ続けた。ところ属する自衛隊体育学校の校長がつぶらやとはたのの 理解者だった吉井武重から吉池重友に代わり、それまで選手育成のために許されてきた特別待遇を見直す方針変更を打ち出した。吉池はぶら屋の婚約を次のオリンピックの方が大事と認めず、結果的に破断に追い込んでしまう。直後に体育学校入学以来ぶら屋をサポート、婚約に対する干渉の際も結婚に上官の許可、 妻願いの提出と受理、承認を必要とした、旧軍の習慣を振り回すのは不当だと抵抗した、畑野が突然転勤となり、ぶら屋は、孤立無援の立場に追い込まれた。東京五輪で8位と敗北の後、結婚を機に、鮮やかな復活を果たした、ライバル、君原賢治とはあまりにも、対照的であった。さらに津村は、幹部候補生学校に入校した結果トレーニングの、 時間の確保にも苦労するようになる。その中で周囲の期待に応えるため、オーバーワークを重ね、腰痛が再発する。病状は悪化して、追間板ヘルニアを発症。1967年、昭和42年には、手術を受ける。病状は回復したものの、前世紀のような走りはすでにできるような状態では、なくなっていた。 メキシコシティ五輪の開催年となった1968年、昭和43年の年明け間もない1月9日に、ぶら屋は自衛隊体育学校宿舎の自室にて、カミッソリで、軽動脈を切って自殺した。改名は、最小委員候補まで世ン、高吉孝治。と、上様、川上様、三日トロロおいしゅうございましたから始まり、高吉は、 父保嬢様の側で暮らしとございましたで結ばれている遺書にしたためた家族たちへの感謝と特にの言葉は当時の世間に衝撃を与えまた、ぶら屋の関係者ら多くの涙を誘ったさらに同年のメキシコシティ、逸話男子マラソンで銀メダルを獲得することになる君原も大きなショックを受けたという川端康成はぶら屋の遺書について 相手ごと食べ物ごとに繰り返される、美味しいうございましたという、ありきたりの言葉が、実に、純な命を生きている。そして、一書全文の陰律を成している。美しくて、誠で、悲しい響きだと語り、一千万ことも尽くせぬ挨拶で、あると評した、一層一花、伊豆の踊り子の作者の、十一、風景1968年3月号書出。当時の関係者からは、 ノイローゼによる発作的自殺、選手生命が終わったにもかかわらず指導者に転校できなかった、ぶらや自身の力不足が原因など様々な憶測がられたが、三島由紀夫はこれらの無責任な発言に対し、津村屋2位の自陣の中で、ぶらや選手の死のような崇高な死を、ノイローゼなどという言葉で片付けたり、敗北と規定したりする、生きている人間の思い、 上がりの醜さは許しがたい。それは傷つきやすい、欧しい、美しい自尊心による自殺であったと強い調子で批判し、最後に、そして今では地上の人間が何をほざかうが、津村屋選手は青空と雲だけに属しているのであると締めくくった。また、沢木幸太郎は、ぶら屋の遺書には、ぶら屋が幼い頃聞いたまじないや不気味な呪文のような響きがあると述べている。 破れざる者たち初衆、長距離ランナーの遺書。つぶらやと接した人は口を揃えて、真面目で、責任感が強く礼儀正しい高青年だったと、評する。人一倍の努力家であり、責任感も強かった。その性格はしばしば自らの不成績を責めるという、形になって現れ、それを克服するためにオーバーワークを招きがちだった。 ことが自殺という悲劇につながったとする見方も強い。当時の日本陸上界は、技術論より精神論を史上とすることがまだまだ多く、本人の意思に関かかわらず過度の練習を美徳とする関係者の監修もあった上、メンタル面でのサポートやケアなどは考えられていなかった。また佐あき光太郎は、上記の辞書の中で、1968年の正月に帰郷した際に、 上官のために肌に追い込まれたかつての元婚約者が別の男性と結婚した事実を知ったことも、津村屋が自殺に至った直接の引き金になったのではないかという推論を述べている。また後年、ピンクピクルスにより津村屋の苦悩を描いた曲、一人の道が発表された。出身地のスカガー市では業績を偲んで毎年、 つぶらやこ吉メモリアルマラソンが開催されている。また、実家には、こ吉の没後に、家族の手で開設された、つぶらやこ吉記念館があったが、遺族の高齢化により、2006年、平成18年6月に展示品を市に寄贈した後、秋に閉館した。その後、市によって、市営スカ川アリーナに展示コーナーが設置され、2006年、平成18年10月の、 ぶら屋高吉メモリアルマラソン開催記念の特別展示を経て2007年平成19年1月7日よりぶら屋高吉メモリアルホールとして正式に公開された。ぶら屋高吉の自殺は日本のスポーツ史に最大級の痛恨事として記されている。ぶら屋の悲劇の後、日本オリンピック委員会や一部競技統括団体では オリンピック出場選手などのアスリートに対するメタルサポートやメンタルヘルスケアが実施されるようになっているが、これはつぶらやの自殺が契機となった苦い教訓の産物でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。